つまり野営を見つけたのはランか。さよ。でございます。我が故郷、大宮だ。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで、飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。賊が来たのに、私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。小牡田ではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。
じられ、ああ体が重い。太一に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を？土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は？おるぞ、政子殿だ。まあ、幼き頃からおのこと稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。政子様だけですか？他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか？ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。申し訳ありません。灯火や難儀の末に帰りくれば、木の実昔のままにてありける。
手を貸さんか。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。龍造様の読み通り、里帰り。やけに戻れると思うな。レードで悔やむがいい。怪我はないか？島の民よ、また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも、あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。ああ殿、しばし座りましょう。酒井の者は毒など使いません。猛虎と戦った酒井がいようか。使える手立ては使わねば。これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。からくにの僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ百合。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。
断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。ああ、それならば川下の辻に足が生えていました。昔足を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心、あそこにはもうこの野営がありますゆえ。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さあさあ、早く足を。猛虎の先陣だ。おい、武道家口を張るぞ。おい、
Би кесэн хүн өөр байна уу мэдээ дээр. Асаг алуурсан ойр байна. Оцгой. Ямар нэг юм арбо. Юм ага. Тэд хамаач вэ? Зум насын болгомч. よしそうだ。ユリに届けよう。Яг юм харсан та. Яасан бэ? Чи харво? Яасан бэ? Юу ч биш бололтой. Сайн л биз. Бари.
Perdiu! Legium Harsinta, thank you! Chiharwo! Eh? What is Betty? That's just that! He was at... Hey! Stop!
少し。疲れたか。走れ、影。役立つものばかりです。それで猛虎を倒してください。また来よう。どうかご苦労。走れ。ユリ。若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何。確か三つか四つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。
お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。御座と焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ、俺が摘もう。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ、逃がすわけにはいかん。どうか慈悲を。お怪我はありませんか。案ずるな、始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは。老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。いい子だ影。
かしら。赤くて落ち葉、いえ花びらがあったはず。あ、お花だ。ああ違う、思い出せない。ああ若様、何か召し上がります。飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ、私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を、花を覚えていらっしゃいませんか。彼岸花か。そうでした。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。はあ、若様がそれほどおっしゃるなら、どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に母の死を受け止めきれず、この森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じて、どうしないよもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら、おじ上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か、父上が。若様も同じでございます。待て、死者を汚すとは。ここにいろ、参る。Hindman!
ません。追い払いましたか。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので。他の墓どころでしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。来い。いや、ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか。男が叫んでおったな。あの夜、従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に、なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは。よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。はあ、岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。
今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との？母君が若様を身ごもっていらした折よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。若様、こちらへ。かけろ、かけ。そろそろ墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが。ということ。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しおって。早く花をお集めください。見ておられません。黄泉にいる叔母上も嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓に。かような仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。ただし様、楽しき遠出にございます。ただしと言ったか。私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。前方、猛虎がおる。お待ちを、毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。私はここに。
암을 내게 말오. 좀 알라. 옆쪽지 격대 목검치대 따라 먹을 자 토과. 땡투잉 하노잉 소모다 에쿤 비텐루 하르바투안 엔 하바스 하르바트 마이스 비사이 하나 비트네 홀로스 아드나 하르시디치 소몬 호르츠쿠 시테 눈 바이스 타르타 하르슬 しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならぬ武士の模範にもな猛虎が去った後この毒は無用全て捨てる。
賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、猛虎だ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ、見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。戦火を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。高けれど儚き仮の宿りかな。聖あるものはすべて犬と。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、たけき者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。
この失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか、とんでもない。赤島に参ろう。クス氏がおる。他に参るべき地がございます。どこだ。近くにございます。クス氏のもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ。それは言えないのか。秘密にございます。どこなんだ。ほら、ついてこられませ。ユリ、せくな。覚えがありますか。確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに。あ、お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした。いえ、いえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った。確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼む、ユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。獅子だ。ユリが待っておるな。食わせてやろう。
ユリ、ユリ、馬がおらぬ。いずこへ。この後の薬草、この先だな。ユリの馬だ、近くにおる。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう、無理はするでないぞ。恩に来ます。若様は足が速いですね。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿を。ほどなく着きます。墓どころ。ああ、我が一族のものです。ただし様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなった後でした。ただし様、いかがなされました？聞いておる。
母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、はあ、一晩中そばにおりましたでしょう。私の手を握りながら、覚えておいでですか。ああ、覚えておる。あの時、若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で、嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや。若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。様、何が見えますか。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。金田の木、いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は家宝物だ。そなたには何が見える。ユリ、休むがいい。力は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。
誰かと浸かりたいものだ。のぼせたかな。
堺様だけ。先日座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がってついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。
来い！やっせ、ネクチョル2人ほぐすな！酒井様、死んでしまったかと。いや、だが大勢が死んだ。さあ逃げろ、行け。あの蒙古がお父上の砦に野営を敷いております。槍川の乱で焼けたはずだ。壁は脆く、守りには適せん。
가게! 서! ようやくか。 首を伸ばして待っておったわ。 無もたらしい。 人の道から外れた畜生め。 良い面構えだぞ。 さあ早く来い。 斬り殺したくてたまらないのだ。 誰も斬らずに済んだのだ。 誰事を？ メイドで皆に詫びよ。 よし、影。 よく来てくださった。
ビダニの奉仕ならば居所を知っておるだろう。どうぞ見ていってくださいよ。役に立ちますよ。また頼むぞ。目的を達せられますよ。酒井様、ご無事でしたか。手先のすげがさしは全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため大見寺の洞で待つと申しておりました。大見は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。シラの呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。ここへ。お前は見えない。
堺陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。この人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。手に入りにくいものが揃ってますよ。助かった。道中のご無事を。
を見て差し上げましょうか。鎧を仕立て直しましょうか。もうこの刃は通しません。これで安全です。もうこの刃は通しません。あなた様のお役に立ててよかった。戻ったな。守備は？はい、お伝えします。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか？そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。よし。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った経緯は？ご近世の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得難いからな。もうこの囲みは熱い。五郎は抜けられるでしょうか？抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします？血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ？こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。
まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。この身の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ、ここからは歩く。水戸だけ取りで、我が父が槍川家から奪ったもの。今や猛虎の取りで、侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。取りでの中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです、死ぬおつもりですか。いいから、下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ、良いな酒井。猛虎は手強い敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分、残りは切るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。よくやった。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。
不覚を取るな。救援、隠れて。抜ければな。よし、坂井、続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。
これでしまいだ。ご用心を。どうしよう、どうしよう。どうは入江と何があった。猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。一度ならず猛虎の狙いをくじくと。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。兵を増やさねばならぬ。お前の友を連れ槍川で味方を募れ。ユナに会います。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。はい。
少し疲れた。巴の修練場は近くのはず。お、ああ、クロードだ。殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持ってけ。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえぬ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ？ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。鍵の濡れ衣を着せられる。下へ行けば真相がわかるか。かけろ、鍵。争う声。先生。どうしよう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 。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、
こやつしか助けられなかった。襲われた場所はこの近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱るのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。秋生殿の悲鳴を聞いた者が。お前のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな。後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の寄り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。地の果てまでも追い詰めてやる。巴に殺された者も。調べてみましょう。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。櫛の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。暇はない。せいてはことをし損じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。助けて。逃がしてやる。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ。賭けだ。どうした。ドア。
巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と？この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです？わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか？だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。
る。石川先生、これも巴の仕業ですか。猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにしてランは野営の場所を森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主がランか。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた賊と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。やつらの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。ん？走れ、かけ。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうか。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたび、ハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いいや。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておった。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを跡継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。かがめ、野営が見える場所を探す。
ここだ。作りは同じか。何が見える？日本式の矢。そうであろう。ヌクロが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。巴がおったはず。探せ。先生、あれを。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ。諦めろ。敵です。巴を追え。ここは
食い止める。トモエ、逃げ場はないぞ。はっ、お前に何がわかる。どこまで逃げるつもりだ。追いついてごらんよ、高井殿。坂井陣だね、石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。祝言はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。この下闇に草も多い。何を思うぞ、知る者もなし。どこに消えた。先生に伝えねば。よし、影。坂井、どうだった。私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか。飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か
言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いえ、聞いてなど。そうか。ともあれ、次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。ともえは諦めておらん。おそらく北へ向かい猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。切りやがって、なんで寝返ったんだろうな。かけろ、かけ。ジン、こっちだ。来い。マサコ殿、いつからいらっしゃるのです。何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村はウムギへ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は。さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。政子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。
20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組みしておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。恩知らずの弟めうぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。のジジイもその一族もこの世から消えた。ひっぺいは気に入らんようだが、あいつは足立家の集中何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。自慢の子だろう。当然だよな。キッペ、お前は何も分かっちゃないんだ。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。酒をよこせ。二度と村に来るなと言っただろ。しきたれっとるごめん。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去らなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。雅子殿を探そう。ジン、こっちだ。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のジジイの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよう。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。
人はどこである。浜に来るよう言ってやる。やつは二つ返事で家来が連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。子供に似たのに。俺は殺しちゃいない。武具を流しただけだからな。畜生、雅子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。一人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐っても侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。はあ、何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちがおもらか答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おれ、私の獲物を。やはり死んでる。罪があると聞きました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。一族を殺した犯人の一人はクバラにおる。檻を見て来てくれ。
来い。主の目は節穴ということだな。ジン、少し話せるか。今のは一体梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。やつも犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。純子、無事で何よりだ。酒井様もご総見で梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。政子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。政子様は我をお忘れなのでは。純子、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば、道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、政子様。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと？責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな。有能ではあったが、いかんせん気短であった。多めに見てやったものの、陰では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。下道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。
この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。小屋におるやもしれません。真新しい布。布ではない、絹だ。一階の漁師が買える品ではないぞ。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。漁の道具です。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。己ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。己が妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。すべて出任せでしょう。
身を滅ぼしたこと以外はな、サダオを見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。よし、いい子だ。
心はどこだ。雅子様、どうした、答えろ。おやめください。どこにおるのか言え。雅子殿、何を。この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞお助けを。どうかこの場は私に。よかろう。だが口を割らなければ私が変わる。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純心がどうした。もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純心をどうする気ですか。やつも襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だがやつへの文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所をこと細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純心に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。走る。坊主を見つけたら私のやり方で処する。雅子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純心の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。父子を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。いえ。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。ゲスども、報いを受けよう。怪我しよって。純心を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ純心。伏せて。いや、後ろから切る。純心が死にますぞ。分かった。それぞれ一人ずつ。急がねばなりません。
出口を私は坊主のことは任せた。うそ！Yagar Bokurgesh, Putin Sumut Nurasan, Axmongutik, Ninokutin Kulbutan, Shemherki Sums Basano, Yalangwea, Kemherki Sumutik. Hui, Arbo, を助ければ。まさかとも。ジン、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。負けておるわ。おやめください。坊主をこちらに。渡せ。人殺しの肩を持つか。話すだけのはず。それで何が変わる。約束なされた。一族の仇を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。
約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです。仇のために。龍像を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。雅子殿、二度と刃を向けぬよう。わかった、約束だ。足跡があるはず。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。どうか命だけは。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが、二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。